初めまして、えー、バストロンボン奏者の鈴木貴洋です、えー。自分は今、えー、パンダウィンドーオーケストラと。新日本フィルハーモニー交響楽団の二つの団体に所属していて。コンサートで、えー、演奏をお届けしています。はじめ、自分が楽器を始めたきっかけですけれども。もともと、僕、音楽の授業が小学生の頃。一番大嫌いな教科で。えっと、っていうのも。 自分小学2年生まで私立の小学校に通ってたんですけどもあの全然自分はピアノとかあのそういう習い事を全然してなかったんですけど周りの友達はみんなピアノを弾けたりあの何かしら習い事をバイオリンやってたりしていたのでみんな音楽の授業すごいスルスルいっちゃうんですよね。あのオルガンももももみんな弾弾弾けけけるるる当たり前なよううににしハハーーモモニニカカ普通に弾けるでも自分全然ハーモニカもこう 人差し指でいすごくこう劣等感があって音楽の授業はすごく嫌いだったんですけどえと小学3年生えになってから妹がえとピアノをやりたいと言い始めたことをきっかけにえと自分も妹と一緒にピアノの教室に通うようになりましてそれからピアノに咲く時間が増えていったんですね。 えと同時に、えっと、僕学校を転校して、えっと、公立の小学校に、えー、移ったんです。で公立だとそんなにこうピアノをやっているっていう友達も多くなくてこの自分の方が逆に音楽の、えー、知識があるので音楽の授業があのどんどん分かってって先取りしている分こう分かってって楽しいみたいななってってよりあのピアノに熱中していくようになったんですね。 で中学校に入って、えー、部活を始めようっていう時にまあ音楽が好きだからっていうことで吹奏楽部に入ったんですけれども、えー、とその当時テレビの CM で、えー、トロンンボーがが映るものがあったんです某飲料水の CM で見かけたことがあってそれがなんかあの楽器かっこいいなと思っていたので「えー、トロンボーンやりたいです」と。 えー、死亡したんですけど意外にトロンボーンを、えー、希望する同級生が多くてですねえとになりました運よくギリギリあの僕はトロンボーンをやることができたので、えー、そのままトロンボーンを吹く生活が始まりましたで最初は、えー、バルブも何もついてない学校に置いてあるテナートロンボーンをあの吹いてそこから えー、初心者の第一歩だったんですけども、えー、自分の中学校は上の学年が、えー、バストロンボーンを吹くっていう習慣がありまして、えー、自分が2年生から3年生に上がるときに先輩にバストロンボーンを、えー、やってくれれないかと頼まれたんですで当時バストロンボーンを吹いてた先輩がすごく上手な人がいてバストロンボーンかっこいいなって憧れてた部分もあったので。 えー、2つ返事で是非やらせてくださいというふうに、えー、お答えしてそれから中学3年生からバストロンボーンを始めることになりましたといってもあのバストロンボーンのちゃんとした知識を持ってる人は全然いないのであなんかテナートロンボーンの延長みたいな感覚で吹いていたんですけれども、えー、それから高校に進んで吹奏楽部に、えー、入ったんですけども。 あまり自分から死望する人は少ないと思うんですけど、えー、やっぱりバストロン・ボーンがそのまま好きだったのであのバストロン・ボーンをやりに来ましたみたいなことを言って、えー、バストロン・ボーンを高校も続けることができました。でその高校時代が自分の中で一番の転換期でして自分の、えー、高校の 年でいうと自分と十上の先輩が東方学学音楽大学を卒業されていいるトロンボーンボの先輩がいたんですねその方が高校の近所に住んでいたのもあってよくボランティアであの楽器持って当時は吹きに来てたりいろいろ教えてくれたりレッスンしてくれたりっていうことがあったんですけどもその方がすごく、えー、トロンボーンっていう楽器と あとオーケストラが大好きな人だったんですね、えー、いろんな CD とか DVD をお借りしてトロンボーンの、まあ、プロの音をこうオーディオ越しに聞いていくうちに、まあ、トロンボーンかっこいいなと思ってで特にやっぱりバストロンボーンをこれはもっとちゃんと勉強したいなと思うようになって、えー、その方に、えー、相談しました。で、えー、それだったらおすすめのコンサートがあるから一緒に聴きに行って。 えー、その方に直接レッスンをお願いしにいてはどうだろうということで東京にに一緒に足を運んだわけですねでそのコンサートがバストロンボーンが NHK 交響楽団の黒金博之先生が、えー、所属されているトロンボーンカルテットの演奏会でしてもうコンサート本当に素晴らしくってもうずっと感動しっぱなしだったんですけれどもコンサート終わった後に。 そのサインの列があるんですけどその最後の方にこう並んで、えー、紙とペンを持ってあの自分にレッスンを教えてくださいと自家談判しに行って連絡先をやり取りさせていただいてそれから、えー、黒金先生のレッスンに通うようになりましたただその時は音楽に通うっていうつもりでは実はなくてですね 音楽の先生になりたかったっていう気持ちが強かったので教育大学を目指そうと思ってあのその教育大学の受験も、まあ、トロンボーンとかあの先行楽器の、えー、試験もあったということであのレッスンに通い始めたんですけれどもそういうつもりで、えー、先生のところに N 鏡の練習場に、えー、通うようになった矢先レッスンに通って3か月4か月後ぐらい。 だったと思うんですけど先生のリサイタルが芸大の旧総学堂でありまして、えー、親と一緒に聞きに行ったんですけれどもその先生のリサイタルが本当に素晴らしすぎてあまりの衝撃ゆえにこれ先生のレッスンに通って教育大に行くよりももうこのまま僕は先生の下でこの楽器を極めたいと思ってそれから芸大に行きたいと 思うようになって準備を始めました。で、最初の、えー、芸大受験は、えー、まあ、自分も全然あの実力がなかったので、えー、最初の受験は失敗してしまったんですけれども、2回目の受験でなんとか受け入れてくださって、えー、入学することができました。で、大学4年間はもう周りが本当に同級生も先輩もスーパープレイヤーばっかりだったので。 あの早く結果を出,し出さなきゃっていう焦りの気持ちが強い4年間だったなと振り返ると思うんですけれどもとにかく朝から晩まで、えー、時間のある限り練習をしまくってコンクールなり演奏会なりあの自分の音を人に聴いてもらえる機会を何かしら見つけてあの積極的に動いていた、えー、時期だったかなと思います。 卒業して、えー、2018年目、2年に、えー、新日本フィルの、えー、オーディションがありましてそこでありがたいことに、えー、合格させていただいて今に至るという状況です。コンクールなどの経歴は、えー、一番大きかったのは同じく2018年の新日本フィルのオーディションが、えー、6月にあったんですけども。 その夏8月に2つコンクールがあったんですね韓国のチェジュ国際コンクールと、えー、日本では日本神田楽器コンクールが12週間ぐらいの間隔で続いていたことがあったんですけども両方受けまして、えー、韓国のコンクールの方は、えー、と1位なしで2位を頂い,いて神田楽器コンクールは1位をありがたいことにいただくことができました。 えー、そのコンクールのすぐ後にもう新日本フィルの仕事が始まるっていう状態だったので気持ちとしては、まあ、ソロであの結果いただけたのはすごくありがたかったんですけれどもソロとオーケストラの仕事の内容は全く別物なのであのすぐにスイッチを切り替えてあのオーケストラの演奏にあの向き合っていくっていうスイッチをした時期でもあったように思います。 今は、えー、と入団して3年目4年目ぐらいのタイミングなんですけども、まあ、日々素晴らしい先輩たちと一緒に仕事をさせてもらいながら経験を積んでいるという状況です。今回はバストロンボーンのレクチャーということで比較的マイナーな楽器だと思うんですけどあのそれでも可能性が非常に大きい本当に楽しい面白いユニークな楽器なのであのそのバストロンボーンの、えー、素敵なところを こうアピールできるように頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。